タレントの鈴木奈々29が17日、都内で行われたチョコレートフォーラムにゲスト出演した。チョコレートカカオの魅力などについて、大学の研究者や食品会社、明治の社員による講座の中で、鈴木は実際に高カカオチョコレートを食べ続けている実践者として、便通改善などの効果を明かした。鈴木は、チョコレートと腸の関係講座に、バレンタインデーを意識したという真っ赤なブラウス姿で登場。私は便秘に悩む女。周囲の女友達も便秘に悩んでますね。高カカオチョコレートで改善されると聞いて、2週間続けて1日5枚、25グラム分食べたら、お通じは良くなった。そしたら、お肌の調子も良くなって、久しぶりに旦那さんに、肌綺麗だねと褒められて、めっちゃ嬉しかった。鈴木は、満面の笑みで飛び跳ねた。7月には味噌汁を迎える。鈴木は高カカオって苦いのかなと思ったらちょうどいい甘さで大好きになった。30歳になると舌も変わってきたのかなと大人の味への改眼を告白。旦那さんと付き合って5年、結婚5年目、合わせて10年も一緒にいると空気みたいな存在になって、綺麗だねなんて言われなかったのに久々に言われて、今すごくハッピーです。バレンタインデーでは旦那さんに高カカオチョコレートで生チョコでも作ろうかな。私も30歳。今年は色気を出していきたい。子供はコウノトリさんにお任せしますと絶好調だった。